皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回紹介するのはこちらです。6歳の僕が大人になるまで、2014年の作品です。監督はリチャード・リンクレイターですね。この監督、他の作品ではですね、ビフォーシリーズというのがありまして、1995年にビフォーサンライズ、2004年にビフォーサンセット、2013年にビフォーミッドナイトという、これシリーズですけれども、同じキャストでですね、出会いからずっと18年間をそれぞれ3回に分けて撮ったようなシリーズになっています。で、もう一方ですね、スクールオブロックっていうような作品もありまして、こちら普通の一本の作品ですけれども、基本的にこういったシリーズ、作家性の強いものとですね、スクールオブロックみたいな娯楽性の高いもの、両方ちゃんときちんと撮れる監督です。今回のこの6歳の僕は大人になるまでですが、出演はですね、エラー・コルト・レーン、パトリシア・アークエット、イーサン・ホーク、ローレライ・リンクレイター、このロイラリンクレイターは監督の娘さんでですね、妻が出てます。で、パトリシア・アークエットはこれでアカデミー賞、助演女優賞を取っていますね。先ほどのですね、ビフォーシリーズっていうのは18年追ったものですけれども、この6歳の僕が大人になるまでというのは12年間追ったものです。ですので、まあ、作品の、テーマといったらこんな感じですよね。僕の12年間、まあそのままですね、6歳の僕がの12年間ですけど、ですから18歳になるまでの、年になります。まあ、この子供ですね、この、主人公が18歳ですので、ちょうど大学に、入学して家を出るまでになっていますね。まあ、現代もですね、ボーイフードですがね、その少年時代ということですが、まあ子供時代はずっと家で過ごして家を出ていくまでというような感じになっています。で、時間がですね、割と166分ということで、割とちょっと長いんですけれども、まあその12年間をですね、1本の中で、見れますから、まあそれこそこの子供がですね、だんだん声変わりしてと大人になってて、ひげが生えてですね、なんかいいような、なんかもう本当おさんみたいな感じになっていくような、そういうところが見れますので、166分が全然長くありません。で、物語もですね、決してその何かこう、頭から終わりまで筋を通した物語があるわけでもなくてですね、この撮影形態12年間あるように毎年夏の間だけ撮ってたものなんですけれども、その年を、撮影の合間合間にそれぞれ、この出演者たちが経てきたことをですね、盛り込みながら、物語ができていくので、割とその、主人公、出てる役者たちがですね、例えば、パトリシア・アーケットがこう、離婚したっていう話だったら、その離婚したこととかをですね、また盛り込んでいくわけです。で、まあ、そういったことも含めまして、物語ですけれども、まあ、大体シンプルなものです。この、最初4人家族ですね、夫婦と、このお姉さんとこの弟の一家なんですけれども、序盤でですね、夫婦は離婚してしまいます。で、お母さんは割とですね、頑張り屋さんといいますかですね、一回、離婚した後はですね、一回また大学に入り直して勉強して、やがてですね、大学で教える側に回ったりします。で、一方のお父さんはですね、割となんか旅をしたりとかですね、割とのんきな感じの、お父さんになってますので、まあそれで、離婚してからもですね、お父さんもたびたびこの子供たちに会いに来てですね、まあその頑張り屋さんのお母さんと比較してはちょっと遊び面っていうようなことを担当しながらいい影響を与えていっています。で、なのでこの夫婦意外にちょっとこういろいろ夫婦だけじゃなくて家族構成としてはですね、いろいろ不安定な要素はあるんですが、意外に、その兄弟はですね、立派にと言いますか、ちゃんと成長していてですね、二人ともお姉さんも大学に入って家を出ていっています。まあ、こんなところですね。で、弟は特にですね、また お父さんの影響もあってなのかわからないんですけれども、写真家を目指すような形でですね、写真を趣味にして、自分の自己表現というのを高めていきます。まあ、こんな感じでですね、
それぞれの家族構成ということがですね、まあ子供の頃からだん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 大人になっていく、それぞれの成長過程をですね、いろんな思い出とともに綴っていくような感じなので、それぞれですね、自分自身の過去のこととかもですね、思い浮かべながら、あ、こんなになっちゃったか、なんていうふうに思いますけれども、最後にですね、この結局、子供が大人になるところでですね、まあ家を出ていくときですね、そのときにお母さんがですね、その出ていく子供に対してちょっと、ぼやくんですね。その言葉がですね、非常にこう親心としてはですね、分かりやすいというかですね、まあ、逆に泣けてしまうところではありますけれども、ぜひですね、この、皆さんご家族持っている方もご覧になっていただいてですね、もしこれいいなと思われたらですね、まあ、今皆さんの家で、ね、皆さん子供時代からずっとビデオを撮ってるかと思いますので、それを今一度編集してですね、もしもう子供さんも家を出て行かれたらですね、それをもう一回編集して、その成長過程をもう一回追いながらですね、子供が帰ってきた時にまた一緒にご覧になるようなこと、楽しんでもらえればいいかなと思います。まあ、そういうことも含めてですね、この、6歳の僕を大人になるまでじっくりとご覧になってください。